ガラスペン、ガラスペン、ガラスペンとは、つけペンの一種で、ガラス製のペンである。1902年に、日本の風林職人である、佐々木貞次郎によって考案された、毛細管現象を利用した筆記具である。筆の穂先状のガラスの側面に、溝があり、そこにインクを補充することで、かなりの長さの筆記ができる。金属ペンとは異なり、あらゆる方向に、ペン先が走り、 牧獣が利用できる等の利点がある。かつては事務用として重宝されたが、ボールペン等の登場により、現在ではほとんど利用されていない。ペン軸への接続はねじ込み式になっており、専用のペン軸が必要。1989年にペン軸からペン先まですべてガラスでできた一体型のガラスペンが作られた。見た目が美しく工芸品としても評価されている。 ペン先をインクに浸すだけで使え、はがき1枚分ほどなら、連続して書ける。ただし、立てて書くと、インクが出にくい特性がある。ある程度寝かせて書くと良い。使い終わった後は、水洗いして、布やティッシュペーパーで水気を拭き取る。ガラス製であるため、ペン先が透明になってくるとインク切れがわかる。インクを補充するとき、インク瓶の円に。 ペン先を当てると痛みが生じるので注意が必要である。また、インク瓶の底にペン先を当てると簡単に壊れてしまう。ガラスペンの歴史。佐世工業所。2017年2月9日閲覧。彩りプラス、ガラスペン輝く。職人技。朝日新聞長官2019年3月1日。ありがとうございます。